スコーピオンは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。スキップジャック級原子力潜水艦の3番艦。艦名はサソリにちなむ。その名を持つ艦としては、ガトウ級潜水艦67番艦以来6隻目。スコーピオンは、アメリカ海軍の潜水艦の中で平時に失われた、数少ない艦の1隻である。また、アメリカ海軍が喪失した2隻の、 原子力潜水艦のうちの一隻であり、1968年6月5日に、その喪失と、乗員99名の死亡が公式に宣言された。スコーピオンは1958年8月20日に、コネチカット州グロトンの、ジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社で寄港した。1959年12月19日に、エリザベス・エス・モリソン夫人によって、命名。 浸水し、1960年7月29日に、艦長ノーマンビーベサック中佐の指揮下収益する。収益後、第6潜水戦隊第62分艦隊に配属されたスコーピオンは8月24日にニューロンドンを出港し、ヨーロッパへ2ヶ月の配備に向かう。配備においてスコーピオンは、第6艦隊及び他のナトー軍部隊と共に、演習に参加した。 10月後半にニューイングランドに帰還すると、1961年5月まで東海岸沿いに訓練に従事した。その後再び大西洋を横断し、夏まで訓練活動に従事した。1961年8月9日にニューロンドンに帰還し、1ヶ月後にバージニア州ノーフォークに移動する。1962年には、 主君部隊賞を受賞している。スコーピオンは母校のノーフォークを拠点として、その任務は原子力潜水艦の戦術開発に特化した。戦術開発においては探索する側からされる側へと、その役割を変え、スコーピオンは大西洋岸及びバミューダ、プエルトリコの作戦海域において訓練に従事した。 その後1963年6月から1964年5月まで、サウスカロライナ州チャールストンでオーバーホールを行うため任務は中断された。春の終わりに東海岸での任務を再開し、その後大西洋横断偵察のため8月4日から10月8日まで、再び東海岸での任務は中断された。1965年の春にスコーピオンは、 ヨーロッパ海域で同様の巡航を行った。1966年の番頭から早春と秋にスコーピオンは特別任務のため展開した。任務を完了すると艦長はそのリーダーシップ及び先見性、専門技術の功績で海軍主勲賞を受賞した。その他の士官及び兵は任務達成の功績で表彰された。 スコーピオンは1966年のノーザンランでソ連の内海に侵入し、ソ連のミサイル発射を潜望鏡を通して撮影するのに成功。その高速性でソ連艦を振り切った。スコーピオンが攻撃型潜水艦として優秀であるという評価を得ることは、潜水艦の主艦が海軍内で影響力を増すのに望ましいことであった。スコーピオンは 地中海での NATO 演習参加後、母校への帰島中の1968年5月21日、夕方の定時連絡を最後に消息を絶った。ノーフォークへの入港予定日は5月27日で、あったが姿を見せず、アメリカ海軍は同日、スコーピオンの遭難を発表するとともに捜索を開始した。ソシスには手がかりとなるデータが残されていなかったが、 カナリア諸島沖とニューファンドランド島近辺に、敷設されていた低周波、ハイドロフォンは5月22日に発生した爆発音とその後の悪海音を記録していた。これを元に沈没位置が推定され、アゾレス諸島の南西 400km 水深 3000m の地点を中心とする捜索海域が設定されたが、対象海域は広大な範囲であり、困難が予想された。 しかしながら、ベーズ推定を利用した、捜索の結果、10月28日に、アゾレス諸島南西沖、深度約4000メートルの海底に悪海した船体の一部が、発見された。沈没したスコーピオンの船首部分、バツスカーフトリエス鉄号乗り組による1993年になってから、事故調査報告が公開され、それによれば、原因は陶器した。 マーク37魚雷の命中とされた。しかし、この事故調査の最中から、この魚雷の動力源の欠陥による、不完全爆発が原因であるとの異論が唱えられ、続けている。冷戦期のアメリカ海軍における、原子力潜水艦隊の活動をまとめた著作を、発表したシェリー・ソン・タグラは、この説には相当の根拠があり、今なお沈没の原因には、 疑問の余地が存在するだけでなく、かかる問題を生じさせたのは、当時のアメリカ海軍における、整備も、ままならないほどの過密な源泉運用スケジュールが、背景にあったと指摘している。飯田康事、創作の情報蓄積の理論、目標分布推定と、意思決定分析参係者、2007年、P22 重み付けシナリオ法スコーピオン喪失事故に、関するカテゴリー。 ありがとうございます。